はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。ワインはこちらでございます。はいはい、とうーん、よし、これも以前に、動画にした2000円以下のゆきおおすすめ、激推しワインっていうコーナーがあってねちょっとよくわからなくなっちゃったそんなんだっけかな、その時に、まあ、2000円以下でね、すごく美味しいワインがあるよっていうのを赤白3本ずつ紹介してるんだけど、その中の1本です。で、フランスのワインだね。ラングドックっていう地区なので南フランスになるね。で、場所は、南フランスの方にモンペリエっていう都市があって、それより少し西側ぐらいで作ってる生産者です。で、生産者名がマスド・ジャニーニ、マスド・ジャニーニっていう生産者のルタン・デ・ジタンっていうワインだね覚えらんないけども、でこれはあのカリニャンっていうブドウを 100% で作ってるみたいでね。で、まあ、南仏は、ね、結構あのカリニャンを使うことが多いんだけど、ただ 100% でっていうのはあんまり俺飲んだことないかもしれない。うん、で作り方はもちろんあの、まあ、ビオロジックですごく自然なあの作りを心がけてる生産者で、畑ねすごいいっぱい持ってた、あ、持ってるらしいんだけど、さっき調べたらね110ヘクタールぐらい持ってるんだけど、それを全部ねあのちゃんと管理して、もう全部無農薬の、畑でやって、あの加えるアリュー酸の量も最低限にして、すごくナチュラルな作りっていう風にやってるワインです。で、まあ、もちろんこれおすすめしてるので俺も飲んだことはあるんだけど、ただ結構昔なんだよねこれ飲んだことがね。 でもその時にすごくこのスルスルごくごくいけるようなあの飲み心地のいいワインだったので、あの、まあ、このね1700円ぐらいかな、これ1600円くらいだったかな。なので、まあ、2000円いかないぐらいのワインの中ではこういったね飲み心地いいワインっていうのはあの西の中ではあの品質が高いなっていうふうに感じてたので、まあ、これをおすすめさせていただいたんだけど、まあ、それ今日は飲んでこうっていう感じでございますね。うん、まあ、そんなもんか。これエチケット陽気だよね。なんか陽気なおっちゃんたちが多分これブドウ踏んでるんだろうけど、発酵させるためにこのエチケットがねすごい陽気目立つよね。これ結構前からあるんだよこのワインね。うん、はい、ということでございますね。やっていきましょうか、ゆきおとワイン。はい、色はね結構濃いね、あのしっかりとしてる。で、紫が主体な感じだけども、バイオレットなあの色ですけど、中は結構中心濃いね、しっかりしてます。はい、ではいただきましょう。それコルクがねすごい 100% リサイクルって書いてあって、これでも 木ではないんだよね。これ何なんだろうな、素材がすごくね面白いコルクがね。ちょっとこのデザインもいいよね。よしよし、ではいただきましょう。フレッシュ、非常にフレッシュ。うん、もう本当にフルーツがふんだんにこうわわわわってくるね。で、複雑ではないけども、そのフルーツ感っていうのがものすごくみずみずしい。うん、いいね。フレッシュだな。フレッシュだけど少しね、黒系果実というかちょっと濃いような感じの香りにはなってるけど、飲み心地はどうだろうな。もうすごいシンプルでフレッシュ。もうね、果実そのまま詰め込みましたっていうような感じの香りだ。飲んでみよう。いただきます。あ、うん、美味しい。少しタンニンも感じるけど、ブドウの甘みが少しあるから、めちゃめちゃドライなタイプじゃなくて、少しブドウの甘みがある分、まあ、飲みやすいね。めちゃめちゃドライなタイプではない。少しあの、まあ、熟した感じもあるけども、なんかそのブドウのね凝縮感っていうのも多少感じるね。で、この、あの生産者のカリニャンは実は樹齢が50年ぐらいらしくて、かなりあの高樹齢 あの木から取れてるので、その、まあ、凝縮感っていうのもしかしたらあるのかなっていうね。
まあ、ある程度樹齢が高い木は収量も少し落ちちゃって、木になるそのブドウの房がね少し数が少なくなっちゃうんだけど、その分そのなんていうのこの凝縮したエキスの強いようなブドウができるかな。なんかそういったちょっとエキスの濃さっていうのを感じるけど、まあ、非常に飲み心地はスムーズだね。うん、飲みやすいし、今ねセラー温度でこれ出したんだけど、13度かなセラーの温度で、もう少しあの冷やしてもいいのかなっていう感じはあるし、なんか本当にね、この今夏暑い時期だから、なんか少し氷とか入れてねそういって飲んじゃうやり方も俺あれだと思うな。本当に気軽にこの、まあ、ガブガブいっちゃう感じのタイプ。このアルコールはどうなんだろう。でもそれでも意外と高かったりするのかな。あ、でも13だね。まあ13なのでまあまあガブガブいっても大丈夫でしょううん、このぐらいだったら。うん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 、おいしいおいしい。でこれね、一応作り方の製法としてはちょっとマニアックな話になっちゃうけど、あのマセラシオンカルボニックっていう製法を使ってるらしくて、まあ簡単に言うと、ボジョレ・ヌーボー、うん、あのフランスのボジョレ・ヌーボーっていうワインと同じ作り方なんだよね。まああれってすごくあの短時間でそのまあワインにしなくちゃいけないので、まあ、成分とか抽出させるためにちょっと普通とは違ったやり方をするんだけど、それがマセラシオンカルボニックっていうんだけど、そのやり方と同じらしいので、そのね確かにそのボジョレ・ヌーボーを飲んだ時のような、まあ、ちょっと甘い感じの果実の香りっていう雰囲気もちょっと持ってるから、うん、でも そこまでめっちゃ軽いフルーツジュースっていう感じよりかはやっぱりちょっとねブドウの凝縮感を感じるので、これはやっぱ少し飲み応えがあるかもしれないね、ボジョレよりはね、うん。まあ、飲み応えあるったって、でもそれでもそんなにうわどしてくるっていうタイプではないので、結構スッて入っていっちゃう、まあ、飲み心地が非常にいいワインになってるかなと思います。うん、いいね、いい感じでございますね、うん、うん、うまい、うん。まあね、今この2000以下おすすめワイン企画をやって、これ今3本目かな、うん、飲んでるのが。だけどやっぱりこのね、価格帯ってすごく飲み心地な、飲みやすいものが多いんだよね。でその中でも非常にやっぱね複雑すぎない分、いろんな料理に合わせられるよっていう利点、良さがあるような感じがしてきて、最近またねこう3本目に飲んでて、まあ、その前の2本ももうすごい幅広くいろんな料理と合う感じのワインだったので、まあ、それもなんかいいなと思ってね、なんかすごい普段の食卓とかにね置いて合いそうなタイプのワインの価格帯なんだなっていう感じはするよね、うん。もちろん高いワインでいいワインもいっぱいあるけど、個性がすごい強いワインというか繊細なワインとかね、いろんなワイン多いから、その個性を生かすために料理をちょっとね繊細にしなくちゃいけないとか、ピンポイントでこういう色にしなくちゃいけないっていうような、ちょっとそういった難しさも実はあるからね。それを考えるとね、普段飲みっていうのはこういった食卓とかいろんな料理に合うようなワインっていう風なので、いいな、いいないいような気がしますって言おうとしたら、なんかいきなりためごになっちゃった、いいなっつってじゃあ今日もいい感じなので終わりましょう締め方がはい、本日はフランス、南フランスだね、ラングドックっていう地域の、マスド・ジャニーニのルタン・デ・ジタン・カリニアン2019年のご紹介でございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。